マリアデラパスと、夫、ルートビヒ・フェルディナント王子、マリアデラパスでボルボーニー・ボルボーンは、スペインの王族。スペイン女王イサベル二世の次女で、バイエルン王子、ルートビヒ・フェルディナントと結婚した。全名は、マリアデラパスフアナ・アメリア・アダルベルタ・フランシスカで、パウラ・フアナ・バウティスタ・イサベル・フランシスカ・デアシス。マリアデラパスは、イサベル二世女王とその夫のカディスコを フランシスコ・デアシスの間の第三種としてマドリード王宮で生まれた。イサベル二世は女性的な夫を嫌って多くの愛人を作っており、女王の子供たちの父親は愛人たちの誰かだろうと言われていた。このため、一応は父親とされるカディス公爵と王子王女たちの不死関係は冷淡でよそよそしいものだった。女王も公務や愛人たちとの常時に忙しく、 また当時の宮廷の風呂もあって、自分の子供たちに関心を向けなかった。歴史家たちによれば、パスの実の父親は、イサベル二世の秘書を務めたミゲル・テノーリオで、カスティーリアだとされる。パス自身、自分の本当の父親が誰なのか気づいていたらしく、1890年に、テノーリオでカスティーリアを、自分の住まいニンフェンブルク宮殿の南翼に住まわせ、1916年に、 テノーリオが死ぬまで世話をした。1883年4月2日、マリアデラ・パスは、マドリード王宮で、バイエルン王子、ルートビヒフェルディナントと結婚した。ルートビヒフェルディナントの母親、アマリアデル・ピラールは、パスの父カディス公爵の妹であるため、夫妻は、いとこ同士だった。パスは、スペイン王族としての年金15万ペセタを受け取りながら、 ミュンヘン郊外のニンフェンブルク宮殿で暮らすようになった。1918年のドイツ革命に伴い、バイエルンでは王政が倒れたものの、マリアデラパスとその家族はニンフェンブルク宮殿に住み続けることを許された。ルートビヒフェルデナント王子一家の財産は大部分が没収されたが、一家にはパスがスペイン王族として受給する年金があった。この頃からパスは、 母国スペインを訪れるようになり、その時はマドリード王宮に滞在した。パスはまたクエンカに母方の祖母マリア・クリスティーナ王太后から相続した田舎の所領を持っていた。彼女はまたタランコンのリアンサレス公爵邸をも所有していた。パスという名前はスペイン語で平和を意味しているが、この名前がありがたがられ、マリア・デラ・パスは第一次世界大戦後の国際平和会議の場に、 よく招聘された。彼女は1921年にはパリ、1923年にはフライブルク、1924年にはロンドン、1926年にはルクセンブルクとあちこちの平和会議に出席した。1931年に、老いのスペイン王アルフォンソ13世が王位を追われると、マリアデラパスはスペインからの年金を受給できなくなった。 ヒトラーの台頭により、パスのドイツでの暮らしはますます厳しいものになっていった。バイエルン王家の本家と違い、ルートビヒ・フェルディナンと王子一家は、ナチスドイツ体制にあからさまに抵抗したわけではなかったが、一家の住む宮殿は、ゲシュタポの捜索を受け、パスが母国スペインの親族、友人とやり取りする手紙は、検閲を受けた。1945年に、 ミュンヘンがアメリカ合衆国軍によって解放された際、アメリカ軍兵士がニンフェンブルク宮殿を襲撃し、マリアデ・ラパスが母親から譲り受けた宝石類の一部を強奪する事件が起きた。しかし、兵士たちが盗んだ宝石は偽物であったことがその後判明した。1946年、マリアデ・ラパスは階段から転落し、その数時間後に亡くなった。パスの意外は、 ミュンヘンの聖ミヒャエル教会にあるバイエルン王家の墓所に安置された。夫、ルートビヒフェルデナント王子との間に次男カズメを設けた。ありがとうございます。